紹介するライバーはこちらの2人。まず1人目は、東大の赤門前が集合場所？こんにちは。こんにちは、ももにゃんです。よろしくお願いします。出身どこですか？鳥取県のにゃんこタウンから来ました。にゃんこタウンってどこですか？鳥取県にあります。なるほど、なるほど。独自の世界観を持つ学生ライバーももにゃん。おはようございます。開いてスタンプもいっぱいありがとう。頑張る。実は彼女ただの学生ではなく、今は全国各地でライブ活動やモデル活動をしています。なんとアイドルとして全国各地を飛び回り、ライブ公演を定期的に開催。学校に行きながらライバーとアイドルという二足のわらじで活躍中。ちなみにここどこかわかります？ここ東京大学赤門前です。来たことありますか？初めて来ました。かっこいいです髪めっちゃ長いですけど、なんかそれ手入れしてるんですか？あ、頑張ってます。じゃんそんな彼女が東大を集合場所に選んだのには意外な理由が。将来東京大学に入学するのが夢なので、それでまだ来たことがなかったので来てみたいなと思いました。勉強ってどうされてるんですか？勉強は家で自分で頑張ってます。独学で？はい。実はももにゃん、こう見えて勉強が大好き。東大への進学を考えているんです。成績ってどんなもんですか？いいです東大は何学部行きたいとかあるんですか？今は法学部。はい。弁護士さんとか目指す？私自身がその国語とか歴史とかが好きなので、こう文系の方の学部に行きたいなと思っています。そこで入ってみますか？東大。はい、行きましょう。せっかくなので東京大学本郷キャンパスに入ってみることに。わー、すごいかっこいいもちろん中に入るのは初めて。わー、入っちゃう失礼いたします。ゆっくりゆっくり入ります。すごい、入っちゃいました。やばいですね、緊張します将来ここの学生になってるかもしれないと思ったら感動です歴史的瞬間です、ね、いつもライバーとしてはどんな配信をされてますか？毎日配信をしているんですけど、うん、皆さんとお話をしたりだとか、うん、お歌を歌ったりとか、配信でこう全国いろんなファンの方と出会って、それで全国を回って皆さんに会いに行きたいなと思ってライブ活動を全国で始めました。鳥取から毎月来てはい、1ヶ月に1回させていただいています。東京で。はい。大変じゃないですか？頑張ってます山あり谷ありだけど、皆さんがこういてくださるので楽しく来てます。なるほど。まだ学生でありながら今年で活動9年目のももにゃん。どこか事務所って入ってるんですか？入ってないんです。セルフプロデュースでやってます。え、全部一人でやってる？いや、一人というかお母さんとかとやってるんですか？はい。現在作詞作曲を自ら手掛ける、いわゆるセルフプロデュースという形で活動しているももにゃん。だがその分悩みや苦労が絶えない状況だという。そのため、お母さんと話し合いをいつもしてます。どうしたらもっといろんな方が来てくれるかなとか、皆さんに楽しんでいただけるかなとか考えて悩んでます。でも楽しいですお母さんと喧嘩とかってあんましないんですか？あ、しないです。仲良しです
なんで仲いいんですか。なぜなんでしょうか。基本的にお母さん全部一緒にいらっしゃるんですか。お母さんついてきてます。まだ義務教育中なので。本人のやりたいことを 100% 叶えてあげたいと仕事を辞めてももにゃんを支えてくれてるんだとか。お母さん勉強教えてくれる。お母さんはあんまり勉強得意じゃないです。多分。でもすごく協力してくれててありがたいです。そして一同はキャンパス内にある購買部へ。東大クッキー。東大バッグ。すごいいろいろある。すごいなんか服もあります。あ、カードゲームみたいな。え、すごい。最強の犯罪を作れ。それすごいです。中には実験用白衣や現役東大生が開発したという警報ポーカーなど東大購買部ならではの商品がたくさん。するとももにゃんの目に留まったのは東大のノート。頭良くなりそう。かっこいい。学校でノート使えますか今。使えます。使えます。全部タブレットに持ってる。いや、ももにゃんの学校はノート多めです。こうして初東大キャンパス体験はひとまず終了。はい、とっても楽しかったです。将来の自分想像できました。はい。バッチリです。購買部で買ったものがじゃじゃん、ノートを買いました。これでいっぱい勉強します。こんな感じですごく勉強しやすそうなノートです。東大勉強頑張ります。ライブ配信はもともとこうアイドルをしていて、コロナの時期になってしまった時にライブができなくて、それで配信を始めたんですけど、皆さんとこうお話できたり、ももにゃんっていう存在を知ってもらえるものが配信っていうものかなと思って始めました。やっててやっぱりその鳥取県だけで活動しているとなかなかいろんな方に知ってもらえる機会は少ないんですけど、配信を通して全国、本当に全国各地の方に知っていただけて応援していただけるようになったので、配信していてよかったなと思います。そんなももにゃんには最近ハマっていることがあるそうで。皆さんがリクエストしてくださる歌を結構歌っているので、90年代とかの歌をたくさん歌っています。でも全然世代じゃない。世代じゃないけど、ももにゃんもそのくらいの曲がすごく好きなので、さあ楽しく歌ってます。はい、どのぐらいの年代の方が多い。たくさんね、そのくらいの年代の方だったり、小さい子どもちゃんとかも配信とかライブに来てくださったりするんですけど、おすすめ、ももにゃんの声に合うよっておすすめしてくださる歌が結構昔の歌だったりするので、それを歌ってます。そこで特別に一節歌っていただきました。なぎさのバルコニーで待ってて、やがて朝が霧のベールで二人を包み込むわ。 I love you, so love you も離さないで、あなたを愛してる。ありがとうございます。向かったのはすごい武道館です。国内最高峰のステージ、日本武道館。でっかいです。びっくりしました。思ってた倍の倍ぐらい。その大きさにももにゃんも興奮気味。
したいですね。そもそもなぜアイドルになろうと思ったのでしょうか。アイドルになりたいって思ったきっかけは、アイドルのアニメのプリパラっていうアニメを見て、自分もこんな皆さんに笑顔を届けられる素敵なアイドルになりたいなと思ってアイドルになりました。絶対にちっちゃい頃から夢のこの武道館に立てるぐらい素敵なアイドルになれるように、これからも全力で頑張ります。おお。世界中、宇宙中、宇宙みんなの方に笑顔をお届けできる素敵なアイドルになりたいなと思っています。そのためにこれからもライブ配信やライブ活動、モデル活動など全力で頑張って、たくさんの方に知っていただいて笑顔をお届けできるように全力で頑張るにゃん。ももにゃんをよろしくにゃん。にゃん。ありがとうございました。ももにゃん、一日お疲れ様でした。みくちゃん、おい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 、仕事の邪魔すんなよ。俺の推しのライバーです。アイドルっていうグループしてます、なつかです。さなです。いいな、めっちゃ可愛すぎる。聞こえてないから。見て見て、可愛くない？おいおいおい、みんな最高かよ。単純ですね。今撮影中です。癒される、応援しちゃおう。ライブだから応援したくなる。みくちゃん、人事労務と会計業務 DX、 悩む男は見つけたもの、それはジョブ感一元化。人事労務と会計業務がついに一元化を果たす。そんなに多いのか。そして導入企業は15万社を突破。会社が成長するなら俺たちも成長したいんです。企業のあらゆるステージや規模に対応、それがジョブ感か。ジョブ感は電子帳簿保存法とインボイス制度に対応したクラウド ERP。 ジョブ感しよう。みくちゃん、料理作っちゃいます。おい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 、仕事の邪魔すんなよ。俺の推しのライバーです。私の作るオムライスは世界一だよ。いいな。出来上がったらみんなにも食べさせてあげるね。ありがとう。聞こえてないから。みんな楽しみにしててね。おいおいおい、ミクちゃん最高かよ。単純ですね。やっぱ丸焦げ、ごめんね。許しちゃう。今のでめっちゃ元気出た。ライブだから応援したくなる。あ、こっちで。ミクちゃん、ミクちゃん、おい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 、仕事の邪魔すんなよ。俺の推しのライバーです。アイドルっていうグループしてます、なつかです。さなです。いいな、めっちゃ可愛すぎる。聞こえてないから。見て見て、可愛くない？おいおいおい、みんな最高かよ。単純ですね。今撮影中です。癒される、応援しちゃおう。ライブだから応援したくなる。みくちゃん、人事労務と会計業務DX、 悩む男は見つけたもの、それはジョブ感一元化。人事労務と会計業務がついに一元化を果たす。そんなに多いのか。そして導入企業は15万社を突破。会社が成長するなら俺たちも成長したいんです。企業のあらゆるステージや規模に対応、それがジョブ感か。ジョブ感は電子帳簿保存法とインボイス制度に対応したクラウド ERP。 ジョブ感しよう。続いてのライバーはこちら。和歌山県出身、高校2年生のリーナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マンスパで会話するやばすぎ。マンスパで会話とかどんなん、それえぐいて。お笑いからってことよね。うん、お笑いから大好きだよ。わいわいさん、和歌山県から来た現役高校生ライバーリーナ。雑談です。あ、なるほど。そう、リスナーとさんとずっと話してる感じですね。いつから始めたんですか？3ヶ月前です。
あ、結構最近ですね。はい、最近なのに、結構こうやってなんか上位に上がって、はい、みんなのおかげで言わなかったんですか。みんなのおかげで、はい、なるほど。なんでこういう配信をやってるんですか。事務所の限定のイベントがあって、それが事務所から連絡来て、応募しました。で、ミクチャを始めて、でそこでみんなが応援してくれたんで続けようと思いました。事務所ってそういう、あ、はい、A ライツっていう A チームグループの事務所に入ってます。実はライブ配信を始める以前から芸能事務所に所属していたという彼女。というのも、ちっちゃい頃から芸能人目指して芸能界に入りたいっていうのはずっと言ってたんで。芸能界入ってどういう風な人になりたいですか。みんなを笑顔にできる、元気づけられる女優になりたいです。女優さんになりたいです。はい、そう、最終目標は女優になること。その足がかりとして今はライバーとして奮闘中なんです。芸能事務所に所属したのはいつなんですか。1年前です。1年前、はい。どういう経緯でっていうか、あの高橋文哉さんを目標にしてて、で少しでも近づけるために A ライツを選びました。なかなか大変な業界ですけど、オーディションは結構いろいろ受けてます。映画のやつも CM とか MV とかいろいろ受けてます。東京行ったりとかするんですもんね。 そこまで行かないんですよ、まだ。あ、なるほど。書類、書類かオンラインかみたいな。え、でも練習はじゃあめっちゃしてるってことじゃん。はい。どんなことをやってるんですか。滑舌とかボイトレとか演技の練習ですね。なるほど。ボイトレと演技の練習。はい。それはなんか台本の練習する本もらって、はい、テキストがあって。なるほど。自然豊かです。もう360度山みたいな。今日東京来てみてどう思いました。ビル高っって思いました。バスケです、一応。なんかあの助っ人みたいな感じでたまに行ってます。あ、そういうのもありな、ね、人数少なくて、うちの学校のバスケ。あ、なるほど。何人ぐらいいらっしゃる。今3人です。自分は結構強い。いや、全然。中学校3年間はバスケしてて、サポートはできるくらいの、まあ、ルール知ってるから。いやバスケでどれぐらいの活動してんの。たまに試合に呼ばれるぐらいです。練習はじゃあほぼ出るの。練習は試合出てくれるっていう声がかかった時の時から数日行くぐらいです。そんな和歌山で育った彼女が東京に来た際にぜひ行ってみたい場所があるという。原宿に行ってみたいです。原宿、はい。なんでまた行ったことなくて、テレビでしか見たことないんで、めっちゃ行ってみたいんです。みくちゃん、おい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 、仕事の邪魔すんなよ。俺の推しのライバーです。アイドルっていうグループしてます。夏香です。佐野です。いいな、めっちゃ可愛すぎる。聞こえてないから。見て見て、可愛くない。おいおいおい、みくちゃん最高かよ。単純ですね。今撮影中です。癒される。応援しちゃおう。ライブだから応援したくなる。みくちゃん、人事労務と会計業務DX? 悩む男は見つけたもの、それはジョブ化、一元化。人事労務と会計業務がついに一元化を果たす。そんなに多いのか。そして導入企業は15万社を突破。会社が成長するなら俺たちも成長したいんです。企業のあらゆるステージや規模に対応、それがジョブ化か。ジョブ化は電子帳簿保存法とインボイス制度に対応したクラウド ERP。 ジョブ化しよう。みくちゃん、料理作ってます。おい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 、仕事の邪魔すんなよ。俺の推しのライバーです。私の作るオムライスは世界一だよ。いいな。出来上がったらみんなにも食べさせてあげるね。ありがとう。聞こえてないから。みんな楽しみにしててね。おいおいおい、みくちゃん最高かよ。単純ですね。やっぱ丸焦げ。ごめんね。許しちゃう。今のでめっちゃ元気出た。ライブだから応援したくなる。あ、こっちで。みくちゃん。
仕事の邪魔すんなよ。俺の推しのライバーです。アイドルっていうグループしてます。夏香です。佐野です。いいな、めっちゃ可愛すぎる。聞こえてないから見て見て、可愛くない？おいおいおい、ミクタ最高かよ。単純ですね。今撮影中です。癒される、応援しちゃおう。ライブだから応援したくなる。ミクちゃん、人事労務と会計業務DX？ 悩む男が見つけたもの、それはジョブ缶一元化。人事労務と会計業務がついに一元化を果たす。そんなに多いのか。そして導入企業は15万社を突破。会社が成長するなら俺たちも成長したいんです。企業のあらゆるステージや規模に対応、それがジョブ缶か。ジョブ缶は電子帳簿保存法とインボイス制度に対応したクラウド ERP。 ジョブ缶しよう。お疲れ様です。ちょっとインスタ映えする食べ物を食べてみたいです。ということで、女子高生の聖地竹下通りを初散策。インスタ映えグルメを狙う。めっちゃ多いですね。和歌山でこんなところある？知ってる中ではないです。こんな人集まんないですよその人の多さに驚きながらも、リーナが狙っているのが、違う飴探してるんですよ。はい、違う飴食べたくて、ぶどう、いちごぶどう飴があります。これ食べたいです。食べる？はい、いちご飴ください。はい、めっちゃ美味しい。若者を中心に今では海外からの観光客にも人気を集めているといういちご飴。どんなリテさんに言ってもらっていいですか？ちょっと酸っぱいとこに飴の甘さがあってめちゃめちゃ美味しいね。うまい食レポは合格。だがここで致命的なミスが。写真撮ってない？あ、食べた。すぐ食べた。痛恨の撮影忘れ。よく何て言われます？みんなから自分のこと。天然そんな一面も彼女が持つ魅力の一つ。そして他にも気になるものが。あれ食べたいんですよ、10円パン。韓国発祥の10円パン。その見た目から SNS でも話題となり、若者の間で一大ブームに。 めちゃ熱いです。10円パンは食べたことあるんだよね。10円パンあるんですけど、チーズがなくて。チーズ 初ですよ。帰ってきますか？撮ります。特にチーズ味はインスタ映え抜群。食リポ食リポ。熱くてチーズがめちゃめちゃ伸びて美味しいです。あ、歯汚い。あ、そのわすごい、めっちゃ睨まれてる。ちょっとインフルエンザっぽく食べてもらっていいですか？その後もアクション見に行く。はい、基本 T シャツですよ。ほんと T シャツ着ます。着ます。もう配信中も T シャツですよ。このシリーズめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ可愛くないですか？家にパーカーめっちゃあるんですよ。初めて見たんですけど。え、マジですか？やばいかな。結構いろんなとこで見ると思う。他にも配信用のお土産として以前推していたストプリのマシュマロ棒を購入。買ってきました。マシュマロ？これ
推してた七森くんです。食べるの？はい、多分マシュマロなんで。食べづらくないの？もらったやつはこれ。じゃじゃん。ストプリ。ストプリのカフェ行ってきたんです。これもらいました。早速配信でファンに披露。さらに千葉テレビのロケでプロデューサーさんからプレゼントもらったんですね。これ配信で使ってって。さてそれもプレゼントは何でしょう。 K-POP さん考えて。さて何をプレゼントしてもらったのでしょうか。答えがこちら。かけたことないような。絶対ないですそれ。少し奇抜なサングラス。これつけて和歌山帰ろうか。これ俺買ってあげる。原宿土産。東京土産で。見てすごくない。これ買ってもらったの。それ配信でつけてもらう。配信で。これを配信に使えるって。こうして初の原宿を大いに堪能したリーナ。今回は2人の学生ライバーに密着しました。いや緊張とかいろいろあったです。ありましたけど、いや楽しかったです。いい経験になりました。イメージ少し近づいてる感はある。はい、それは本当ミクちゃんのみんなのおかげで。出たいドラマとかこういうのやってみたいとかってある？ジャンルとか。あの恋愛系はやってみたいのと、別にあの面白いエンタメ系のやつも出てみたいです。和歌山県出身、10月…間違えました、すみません。誕生日言ってた。だからもう神々なんで。あいうえを、あ、もっと楽しみした。和歌山県出身、高校2年生、16歳のリーナです。みんなを笑顔にできる女優になるために今ミクチャ配信を頑張ってます。みんなチームリーナに仲間入りリーナしませんか。ぜひリーナ枠で待ってます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。芸能界に興味を持ち日々悩みながらも夢に向かって邁進する彼女たち。これからどんな活躍をするのか、2人の今後が楽しみです。